皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。ご先祖様と一緒江戸談実況プレイパート39。前回のパートで蔵の中を検証し、見せないけど新しくこの血の足跡を見つけることができました。ということで今回はこの証拠品を何か活かせないかなというのを探っていきたいと思います。見せないって間違えちゃった。お話ししましょう。ルミノール。ねえ未来さん、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど。どうしたの？このルミノールってどうしてこんな風に光るんですか？血に振りかけると光るなんて、まるで妖術みたいです。妖術ってにしても光る理由か。なんだったかな。確か血液中のなんとかって成分との化学反応だったはずなんだけど、父さんが熱心に説明してくれてたんだけど覚えてないな。意味ないな。まあ原理はわからなくても実際光ってるから問題ないよ。丸投げした。不思議ですね。現場検証。現場を調べると言っても何を調べればいいんでしょう。昨日のうちに調べられるところは調べちゃったと思うんですけど。昨日と違って今日はルミノールがあるからね。まずはルミノールの反応を詳しく調べてみることにしよう。それ以外となると、そうだな、正直思いつかないけど、とにかく辺りを調べ回ってみるしかなさそうだ。犯人の正体に迫る証拠見つけられるんでしょうか。おりんちゃんのためにも見つけるしかないね。そうですね、頑張りましょう。じゃあもう一個こっちの光る血痕もね、調べたいと思います。床の一部が青白い光を放っている。もともと血痕が残っていた場所だね。おみやさんが亡くなった時の血の跡ですよね。その血痕にルミノールが反応して光ってるみたいだ。ここに反応があること自体には何も問題はなさそうだ。不思議な光景なんですけどね。まだここ濡れてるよ。いつになったら乾くんだろう。ちょうどこっちの窓からこう光が当たっててすぐ乾きそうなんですけどね。調べるとこもうないよね。違う、間違えた。もう一回話したらなんかフラグ立ってますかね。立ってないな。移動しますか。中庭も調べてみようか。結局見つけられたのは足跡だけでしたね。これじゃ犯人の正体までは突き止められないしな。仕方ない、やっぱり今市さんに知らせることにしようか。はい、ちょっとすいません、カットしました。そうですね、残念ですけど。なんだかお店の方が騒がしくないですか。本当だ、何かあったのかな。私こっそり聞いてきましょうか。同心姿だと目立つでしょ。そうだね、お願いするよ。はい、それじゃあちょっと待っててくださいね。大変です。未来さん、東関菓子の倉庫での出来事がバレちゃったみたいです。なんだって。私がやっつけた見張りの人たちが目を覚ましたらしくて、倉庫に侵入者がいたということを店主に知らせに来たみたいです。まずいね、それは。おときちゃん顔割れちゃってるし。店主さんに伝わったらきっとあの荷物はどこかに移しますよね。そうなったらせっかく掴んだ証拠が消えてしまう。すぐに今市さんに知らせないと。八丁堀の屋敷に急ごう。はい。犯人の正体はまだ定かじゃないけど、もはや一刻の猶予もない。
とにかく大黒屋の荷を抑えなくちゃいけない。ここまで来て抜け荷の証拠を逃すものか。どうにかして取り物を始めてもらわないと。といったところで一区切りなのかな。ちょっと枝豆知識5。他国とは諸外国との交流を制限し、江戸幕府が貿易の権限を管理したこと。以降幕府が禁じた品を密輸、密貿易する抜け荷が盛んになり、私腹を肥やそうとする者が後を絶たなかった。主に地域の特産物や当時は貴重品だった砂糖などが取引されていた。さあ今市さん、いますかね。おかこさん、今市さんはまだ帰ってきてませんか。あら、未来さん、どうしたの、そんなに慌てて。今市さんに緊急で知らせたいことがあるんですよ。まあ、そうなの。でも、今市はまだ帰ってきてないわよ。そうですか。探しに行くしかありませんね。今日は奉行所でしょうか。その前に、とりあえず着替えを済ませておかないと。勝手に同心姿になってたことがバレたら、きっと怒られるよ。じゃあ着替えます。まあ着替えのね、セリフはおなじみのようなので。それじゃあ、今市さんは探しに行きましょうか。そうだね、急がないと。おっと、すごいタイミング。やべ、今市さんの声忘れてるわ。どんな声だったっけ。久しぶりすぎるんだよ。だってただいま帰りました。今市さん。うわ、なんだよ、いきなりでかい声を出すんじゃねえ。いいタイミングです。ちょうど探しに行こうと思ってたんですよ。俺は探しに？何の用だよ。俺は今日一日、ひょっとこ小僧の事件の後始末で疲れてるんだぞ。この方が今市さんですか。確かに、同心姿の未来さんとは瓜二つですね。今市さんに事情を話して、早く大黒屋に行かないと。じゃあ喋ります。今市さん、昨日の朝の事件のことなんですけど。まだ言ってんのかお前。なかなかしつこいやつだな。今度は違うんです。自殺じゃないっていう証拠もあるんです。なんだと。それにおみおさんが殺された理由についても調べました。もちろん証拠だってちゃんと見つけてあります。ったく、勝手にそんなことを調べ回りやがって。迂闊に手を出すと危険だって前の事件で学ばなかったのかよ。まあいい、話ぐらいは聞いてやっても良さそうだ。詳しく話してる時間なんてありませんよ今市さん。今すぐ大黒屋に行かないと。誰だこの娘は。それにお前たち、何をそんなに焦ってるんだ。早くしないと証拠が消し去られてしまうかもしれないんです。だからとにかく大黒屋行かないとまずいんですよ。ほら行きましょう二人とも。おいこら、引っ張るな。今回は文字通り引っ張ってでも一緒に来てもらえますよ。ちょっと待てよお前たち。うわあ、大変ね、同心のお勤めは。おかこさんのんびりだな。そして無理やり引っ張ってきました海鮮丼屋前。ったく、こんなところまで無理やり引っ張ってきやがって。ごめんなさい、でもそれだけ緊急の事態なんですよ。わかったよ、大黒屋で話を聞けばいいんだな。はい、お願いします。それでこっちの娘は誰だ。はじめまして、私おときと申します。普段は
茶屋の看板娘をやってるんですけど、今日は未来さんのおかっぴ。ストップ、おときちゃん。ストップ？いいからちょっと黙ってて。そう、彼女は助手です。僕の助手。助手だ？こんな娘がお前の捜査を手伝ってるのか？そうなんです。こう見えてなかなか有能なんですよ。もうなんで止めるんですか？せっかく自己紹介してたのに。おかっぴきとかいう単語を出すといろいろ説明が面倒だろ。今はとにかくこの事件を解決するのが優先なんだから。あ、そっか。そうですね。ごめんなさい。気をつけます。何をこそこそ話してやがるんだ。行くならさっさと行くぞ。はい。とりあえず店のやつを呼ぶか。ああ、ごめんよ。誰かいるかい？うわ、童心っぽい声のかけ方ですね。勉強になります。はいはい、お待たせしました。本日はどのようなご用で？天道の旦那、またですか？また何のことだ？まずい、変装がバレたら事件どころじゃなくなるかも。今市さん、それよりも今は事件のことを。ああ、分かってるよ。ちょっとお前さんとこの店に用事があってな。上がらせてもらっても構わないか？ですが。何か問題でもあるのか？いいえ、ございませんとも。ささ、どうぞどうぞ。天道の旦那、なんだか雰囲気がお変わりになられましたか？さっきより怖いのですが。そうか？俺は別にいつも通りで何も変わっちゃいないが。おい、お前たちもついてこいよ。はい。やっぱり本物は迫力が違いますね。店主さん汗だくですよ。真似する自信はないからね。そして中庭と。さてと、ここでいいんだな。旦那、今度は一体何をお調べになるおつもりなんです？調べるんじゃありませんよ。なんだって？事件を解決するんです。おお、言うじゃねえか未来。だが分かってるのか？俺を担ぎ出した以上、失敗はご法度だぞ。天道の名を傷つけるようなことはあっちゃならねえんだ。分かってますよ。でもこの事件は今解決しなきゃいけないんです。ならいいさ。それじゃあ聞かせてもらおうか。旦那、事件を解決ってあれは自殺だったんじゃありませんか？それなのに今さらこんな町人の好き勝手に。大黒屋、まあ黙ってこいつの話を聞いてみようじゃねえか。それで万が一でも俺たちの予想外の真相が明らかになれば儲けもんだ。しかしでは始めましょう。未来さん、頑張ってください。まず最初にはっきりとさせておきましょう。この事件、おみおさんが亡くなったのは自殺なんかじゃありません。な、そういや今朝からずっとそんなことを言ってたな。もちろん根拠はあるんだろうな。はい、ありますよ。じゃあ説明してもらおうか。おみおの死体が見つかったとき、蔵の扉にはガン抜きがかかっていた。それも内側からな。そうだ、それこそあれが自殺だという証拠ではないか。だが蔵の中にはおみお以外誰もいなかったはずだ。自殺ではないとしたら、これは一体どういうことなんだ？確かにカン抜きはかかっていました。蔵の中が無人だったのも事実です。それならどうして自殺ではないなどと。あの密室、内側からカン抜きがかかった扉には仕掛けがあったんです。仕掛けだと？はい、
犯人が蔵の外に出てから缶抜きがかかるという仕掛けです。そんなことができるのか。犯人が扉の外から缶抜きをかけた方法、その仕掛けは。はい、ちょうどいいところなのですが、今回のパートは一度ここで区切りを入れたいと思います。じゃないとね、録画がずるずる長くなってしまいますので。ここまでご視聴くださってありがとうございました。次回は推理編、謎解き編、解決編って言えばいいのかな、やっていきたいと思いますので、もしよろしければまた見てください。それでは。